感じなんですけども、ちょっとテロップを出すので待ってください。あのねさん、お疲れスタンプ。そらさん、音符ありがとうございます。さあ、風呂に入りました。風呂に入りまして、私はちょっとメイクした日はすごい目が疲れてるのかわかんない、すごい目が乾くんですよね。だから多分まつげ上げてるからだと思うんですけど、目が乾くのでね、錯覚して眠たくなっちゃうんですよね。なんか目がしばしばすると眠くなるっていう現象が、眠いのかなって錯覚しちゃってめっちゃ眠くなるっていう現象がね、すごいあるんですよね。ナンマルブさん、かわいいスタンプありがとうございます。さあ、本日はお話し会でしたが、お話し会ありがとうございました。来ていただいた方本当にありがとうございました。あのね、そうですね、あの抽選のねやつがちょっとね、各10名ずつぐらいしかねなかったから、すごいね当たんなかったって方も結構いらっしゃったみたいで、すいません、ありがとうございますって思います。ちょっと待って、定型文を変えようかなってすごい思います。ありがとうございました。そう、結構久しぶりっていうか、多分みんなは私の顔を毎日見てるから、そんなになんかめっちゃ久しぶりっていう感じじゃなかったと思うんですけど、けど私は久しぶりにみんなと久しぶりになんかすごい話せて、ね、めちゃめちゃ楽しかったです。3部あったんですけどね、3部が秒でした。本当は明日もねやりたかったんですけど、もっ立山研究さん、ハートありがとうございます。サイエンティティムさん、ハートありがとうございます。ちょっとだけ変えました。立山研究さん、ハートありがとうございます。今日、佐賀大学で入試でした。あ、共通テストですか、今日は。うちら02ライン頑張ってやんよって感じで頑張りましたかね。共通テスト、みんな力が出せましたかね。同級生もねみんな行ってるんですよね。同級生もなんかみんなというか、大学に受かった方だって受かった子も割と行ってたりしてね、みんな受かった子もなんか一応受けときなよみたいな感じで、私の親友がそうですね、なんか大学受かってたけど一応行けないみたいな感じで行かされたるんだよねみたいな言ってましたけどちょっとよくわかんないけど、
みんなが全力出せたかな。よくわかんないです。メールの制服姿とても可愛かったです。ありがとうございます。立山健介さんハートありがとうございます。そう、全身を撮ろうとしたんですけど、すんごい帰る時にね、すごい全身撮ろうかなと思ったけど時間がなくて、英語むずすぎて死にましたから。英語むず、確かに英語むずいよね。英語私無理なんですよね。あ、なんかもうなんか基礎的なあの文法にこう当てはめてみたいなのがちょっと苦手で、そうだから私もそれは諦めてね、最近はもうインスタのねネイティブが使う英語みたいなやつをよく見ます。そうなんですよ。ゆあとさんだるまありがとうございます。無料勲章明日もあるので勉強してきます。そうだよね、明日もある、明日もあるよね。そうだよね、頑張ってください。本当に同級生のみんながめちゃめちゃ勉強してるの見て、私もなんか勉強しなきゃかなっていう気分に、まあ、勉強はしてくださいっていう感じなんですけどしなきゃかなって気分になるぐらいすごい、なんて言うんだろう、すごいね、すごいなんかみんな頑張ってるからさ、ちょっとみんなが、ね、勉強の成果が出ればいいなって思ってます。和俊先生さんだるま、石弘さんハートありがとうございます。無料勲章は呪術廻戦です。勉強頑張る人ってすごいですよね。私全然勉強苦手なんですよね。苦手というか、なんかその日やったやつを次の日全部忘れちゃうんで、なんか積み、あのあれですよ、内容を次の日全部忘れちゃって、またそっから復習しなきゃいけなくなっちゃうから頭がね追いつかないんですよね。多分苦手意識があるからだと思うんですけど、苦手意識あるからすごいなんか、そう、そんな感じです。さあ、そう、好きなことは秒で覚えれるんですけどね、多分勉強も好きになればすぐ覚えれるんだと思うんですけども、まあ、みんな頑張ってくれっていう感じですね。はい、本日はお話し会でした。制服をね着たんですけども、写真はねメールで送ったので見てください。メールに送ったので見てくださいね。全部はそう忘れてないけど、そのまずね、数学とかが一番苦手ですね。問題の解き方からすでに次の日忘れてるんで、で思い出してあーって納得するまでに数分。しゅんごさん、かわいいスタンプありがとうございます。スーリンダルムさん、かわいいスタンプありがとうございます。
そう、制服姿見るの嬉しかったです。ありがとうございます。うん、しんごさん、かわいいスタンプハートありがとうございます。そう、3月の握手会じゃない、お話し会はまた別の、別の、やつです。別のやつ着るので。ぜひ3月もね、来てください。3部外したのはこの、あと着ますか？どういうことだろう。みたいに血圧ができる天才じゃないから、懸命に勉強した記憶が、いや懸命に勉強した方が頭に入ると思いますよ。1日20個英単語を覚えるより1週間で70個とか80個の英単語を毎日80個同じやつやってた方が覚えれるらしい、覚えれるっていうやつがあるくらいなので、そう、水平リーベ僕の方で知ってますか、あれですよね、水素とか炭素とか窒素とか、私水平リーベで覚えれなくて、なんだそれなっちゃった、勘で答えてました、いつもあれは勘ですね、あれ勘です。でもなんか理科の先生がめちゃめちゃ教え方がめっちゃうまくて、なんか水平リーベも教えてくれたんですけど、別の覚え方で教えてくれてたしか、それがめちゃめちゃ覚えやすくて、それで覚えてたみんな。だから結構そのこの記号は何のやつでしょうみたいなやつは結構みんな答えられたから、でも何で習ったか全然思い出せないんですけど、そう、理科の先生がすごい 若い女性の可愛い先生だったんですけど、めちゃめちゃ覚えやすくて、それのが、私は一夜漬けできないです。私は勉強が苦手なので、とりあえずあのでも範囲がね狭いんですよね、広いのかな、よくわかんないけど、範囲がそんなに広くないので、そうそう、だからなんかもう15語句を書いてで、なんかその説明を自分なりに書いて、自分流に書いてってやりましたね。自分流に書きすぎてちょっとなんか何書いてんだろうって自分でも思うことあるけど、ちょっともう、でもすごい、なんだっけな、やばいって、普通に勉強しなきゃいけないんだけどさ、ちょっと今日ぐらいいいよね、今日ぐらいいいよねって言って前日までになるんですよね。そう、なんか普通になんか書き下し文と訓読文ってなんだっけって、もうめっちゃ前に習ったからなんだっけってなっちゃって、で私が書いたのが書き下し文が普通の文、訓読文がレテンとかあるやつって書いてます。まとめで、まとめでね、まだ古典はまだテストが合ってないけど、
勝手につけるんで。そう。レテンとかあるやつ伝わるよね。でも自分でわかるから大丈夫。とかここが一番面白いかな。でもこのページが自分でも後で見たんですけど、後で見たというかこの前まとめたけどね。テンパさんハートありがとうございます。大悟さんクマありがとうございます。ちょっと暑すぎるかな。そうなんですよね。そう、なんか 上下点みたいな感じの1点2点レ点の他に 上と下って書く点があって、上点下点っていうのかな。それをそれの読み方が全然読み方じゃない、こうなんだっけ、訓読文の読み方が全然分かんなかったんですけど、一旦上と下をほったらかして読んで最後に読むと書いてますね。一旦ほったらかしてっていうのが注目ポイントですかね。多分彼女のそう。あら、でもやばい、途中までしかまとめてないじゃん。しかもそんな感じです。だからあんまり一夜で覚えれるわけではない。それをあのなんだっけな、テスト直前に見ますね。まとめたやつをテスト直前に見て解きます。だから英語とかはもう無理ですよね英語とかは全然わかんないで、あのなんだっけ、単語とかをメモってっていう感じにしかしてないです、英語は。あと先生が用意してくれた練習プリントみたいなやつ、あれもやったけどなんか全然正解しなかったので、なんかもうまあ諦めも大事かなって思って英語は一旦置いときました。全然分かったから。あとね、テストって無駄に静かだからめちゃめちゃ眠くなるのよ。ローソンのパンナコッタ、パンナコッタってあんま食べたことないな。テスト何点ぐらいですか。わかんないですね。何点ぐらいだろう、わかんないです。でもいいのは100点中90何点とかいくんですけど、めちゃめちゃ悪いのはもう本当に何点ぐらいだろうな。英語とかは眠い上に全然分かんなかったらもう50点とかじゃない、点数の配分によるけど50点60点とか。でも赤点とかないんで、イエイ。だから教科で違うんですよね、できるできない具合が。そう、あ、朝紹介したやつ、でも多分他の高校より問題が簡単だと思うんだよね、うちらの高校。うん、だから多分、あとめちゃめちゃ頭いい子とかいるからさ、めちゃその子たちのめっちゃ簡単だろうなと思ってる。
中学の時8点とか取ってました。私中学の時ね50点満点だったんですよね、テストが。だからね、数学で11点とか取ったことあるんですけど、普通に11点でもみんな掛けにして考えてた。で50点満点だから100点の高校では22点だわとか言って何も変わんないんですけど、そんなに難しくないので、テスト自体は私が勉強するかしないか問題、それになってくるんですよ。って感じなんですけど、50点取れるんだよね。数学はね、数学と英語無理ですね。あともう社会系とか覚えるのがいっぱいなやつはもう無理ですね。何点取ったことあるかな、分かんない。全然分かんない上にめちゃめちゃ眠くてもわけ分かんないわってなって、気づいたら時間になったやつ。まあまあ卒業するできるからいいんですよ。いいんですいいんです、得意不得意がありますからね、っていう感じなんですけど、お勉強の、そう、ありがとうございましたっていう配信なんですけどね、一応お話楽しかったよ。ああ、ありがとうございます、嬉しい嬉しいです。あ、そう、今日ね TikTok をね撮ったんです。はい、帰りに暇すぎて、なんか暇だったんですけど、めっちゃ天気良かったからなんか写真撮りたいなと思って、写真撮りながら TikTok 撮ればいいじゃん。だからちょっとストックがいっぱいできたのでね、これからちょっと感じ。最近マシちゃんっていう方がすごい好きなんですよね。マシちゃん、マシちゃんっていう、あの、私フォローさせていただいてるんですけどね、めちゃめちゃ可愛くて、マシちゃんって方をずっと見てます。TikTok とインスタ、インスタがピンクで溢れてる系女子の、めちゃめちゃ可愛い、このアイドルやってらっしゃるんですけどね、めっちゃ可愛いんですよ。そう、めっちゃ見てます。ちょっと待って、話変わるけど、私もたくさん、なんだろう、もらったかな。お年玉はいただきましたけども、全部ママに預けました。でもね、いとこ
の、 あのお母さんお父さんからなんだっけな、めちゃめちゃおしゃれにスタバのカードをプレゼントしていただいて、スタバカードはちょっと使おうかなと思ってます。めっちゃおしゃれだし、あの使った後もね、自分なんかもう一回現金をこう入れてね使えるらしくて、めっちゃ可愛くてカードが、だからちょっとすごい使っていきたいなと思うんですよ。あとタンブラー買いたいんですよね。私スタバのタンブラーすごい可愛くて、ちょっと前のユニコーンみたいな夢川のやつがめっちゃ可愛くて欲しかったんですけど、買うの買いそびれました。タンブラーがあるとね、確か 20% オフとかになりますよね、スタバ。そうなんですよ、本当にセンス良くて、そう、私が結構もうあの東京とかに行ったりとかすることが多分多くなってきたから、それにしてくれたんだと思うんです。現金こうポチ袋に入れてくれたやつと、あとポチ袋の中にえなんか硬くないってなって、でこうやって見たらスタバのカードが出てきて、えスタバのカード入ってたよとか言って、おしゃれとか言ってね言ってますけど、おしゃれと言うとりますけど、さあちょっともう終わろうかな。無料勲章、呪術廻戦やんなきゃ、やんなきゃじゃ見なきゃ、友達の話についていけないや。呪術廻戦は全部見れてないですよね。全然見てない。五条さんが無料勲章フィーンってやったシーンまでしか見たことなくて、まだだからちょっと見ないとって思ってます。眠多分全然眠くないと思うんですけど、目がめっちゃ乾燥して脳が眠いって錯覚しちゃうんですよね、いつもだから、あのなんだっけ本番、まあでもステージは確かに体も疲れるけど、すごい目がね一番疲れるかな私は。結構ライトが直に来てね、乾いちゃう、なんかドライアイになっちゃうから、すごい目がこうめっちゃまばたきが多くなりますね。地上波でやってるの、私はHuluで見てます、いつもHuluそう、これが無料勲章っつって、こうやってやったらもうフワーンってなるんですよ。まあ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 、コンタクトですか、今はやってないんですけど、今はコンタクトしてないけど、いつもはコンタクトです。あの乱視用のコンタクト、だから上と下がねついてるんですよ。 上と下がずれちゃうとなんかねぼやけて見えちゃったりする、ちょっと大変ですね、ちょっと大変なんですけども、あはい、ということで終わろうかな。また明日も普通にやるので、はい、それではランキング見ますね。視力めっちゃ悪いんですよ。20日よりは悪くないけど、20日結構私と同じぐらいかと思ってたら結構悪くてびっくりした。20日めちゃ悪いやと言ってたけど、でも意外と私も悪いです。メガネ使ってます。これはジルスチュアートとは知らずに買いましたね。しかもこの頃ジルスチュアート、ここにお花がついてるんですよ、全然見えない、これねお花がついてるんです。
でも多分確かママかパパがこれ自立しちゃったじゃんみたいな感じでなって、で何色が似合うか全然分かんなかったからこれにしました。今もメガネどんなのが似合うか全然分かんないんですよね。でも赤もいいけど、なんだろうな、なんか普通の透明、縁が透明なやつ欲しいなと思ってて、ちょっと新調しないと、もうなんか表面のガラスがね、すごい表面のガラスなんていうの、ガラスの表面か、ガラスのなんか表面がもうねすごいなんかなんていうんだろう、傷が入ってるですよね。だからいや、縁なしじゃなくてね、ここの赤いところが透明になったりとか、あとサイリンのメガネ可愛いんですよね。毎回サイリンのメガネみたいなやつ欲しいなって思って、ヒルスチュワード、宮城さんお疲れ様、ありがとうございます。めっちゃ悪いです私。はい、ってことでランキング見ます。13位テンパさん、ありがとうございます。12位キヨシさん、ありがとうございます。11位ツーリンダルマさん、ありがとうございます。10位ソラさんはありがとうございます。9位シュンゴさん、ありがとうございます。8位 MT07 さん、ありがとうございます。7位ナンムルブさん、ミスさんはありがとうございます。6位ユワトさん、ありがとうございます。5位ダイゴさん、ありがとうございます。4位ベルちゃん怪獣さん、ミスさんはありがとうございます。3位ユキタンさん、ありがとうございます。2位ジョクスノさん、ありがとうございます。1位アヌエさん、ミスさん最高、ありがとうございます。スクショ、はい、ってことでユワトさん、うちでの小槌、ありがとうございます。テンパさん、ハート、ありがとうございます。ということで本日も終わろうと思います。2811人の皆さん、本当にありがとうございました。それでは終わります。いい夢見るんだよ、いい夢見ろよって書いてるかと思った。いい夢見ろよって、バイバイ、終わります。おやすみ、バイバーイ。お話し会ありがとうございました。また3月あるのでぜひね、ぜひっていう感じで、はい、2811人ありがとうございました。